暗闇に包まれし煙火の宮、そこへ向かう準備はできましたでしょうか。はい、では私についてきてください。もし機会があるなら、来年メカジキ一番隊はフライム生態管理の任を申請しようかと思います。塩化の宮に行くよりもフライムの方がよっぽどマシですので。空っぽの鎧でカチャカチャと音を立てながら追いかけてくるなんて、そんな魔物恐ろしすぎます。ひとまずこの場所なら安全です。当面の間危険が及ぶことはないでしょう。やあ君たち、あなたは A3 番隊の変わり者で有名な矢部さんでしたよね。お前なんだか他の兵士と違ってかなり元気そうだなそうかい。実は小さい頃から怪談とか怖い話が大好きでね。塩化の宮に来ていいものを見ることができたおかげかな。ああ、なんて刺激的なんだ。もうたまらん。おいら、全く理解できないんだけど。せっかく塩化の宮に来たからには、ここに伝わる四大奇談を調べてみようと思ってるんだ。特に奇談の中で最も謎とされてる分野治安をね。わざわざ危険なことに首を突っ込まないでほしいのですが、いざという時あなたを助けに行かなければならないでしょ。まあまあ、それについてはまた。あそこの階段の上に臨時拠点があるのは知ってるかい。まだ行ってないんだったらまずはそこで休むといい。お二人とも今までの方々とは違うようですが、あなたたちは人間ですか？もちろんこいつは人間だぞ。渡墨島の人じゃないけど。ではあなたは人間の子供ですか？そうでしたか。人間は成長すると飛行能力を失うのかと思ってしまいました。深海ビシャップの子供が色を見分けられ、大人になるとできなくなるのと同じように。スミは深海ビシャップについて詳しいんだな。あなたたちどうして私の名を？ああ、お前が助けた負傷兵から聞いたんだ。なるほど。私はメカジキ一番隊の隊長代理を務めている上野と申します。負傷者の避難とこの塩化の宮で起きている異常の調査を手伝うため来ました。メカジキ一番隊は少し休憩を取った後に行動をするつもりです。ひとまず私はここで失礼いたします。ではあなたたちは問題を解決するため来たのですね。それは助かります。現在
私は線の灯火を維持するだけで手一杯な状況。この蔓延する暗闇を私一人ではどうにかできそうにありません。一体何が起きてるんだ？罪は原因を知ってるのか？全ては虚空からの侵入による影響です。白夜国の住民はこの世に三つの世界があると考えています。それがビシャップ界、人間界、巨界です。エンカノミアの暗闇は虚空のアビスによるもの。ビシャップも人間も耐えられるものではありません。でも深海ビシャップは暗闇が好きなんじゃないのか？深海ビシャップはただ光を嫌っているだけに過ぎません。この深淵において光は人間の活動を意味するものですので。事実、書物の中でビシャップ界は光界と呼ばれています。純粋で原始的な元素生物の世界という意味です。そしてこの光界の七王は荒れ狂う元素力の頂点に立つ者たち、元素七竜です。つゆ子が今回の任務を三回道あえの祭りって言ったのもこういう理由からだったのか。三回道あえの祭り、確かに事実に沿っています。しかしより正確に表すなら三角道あえの祭りというべきです。巨海の黒霧の根源は塩化の宮の境で三角を描くように立つ高塔にあるのですから。その三つの高塔って前に試練で行ったところだよな。行ったことがあるのですか？おう、話すと長くなるけどな。そうですか。そういえば罪はどうしてそんな妙なお面をかぶってるんだ？これは醜さを隠すためです。成長の最中、私は様々な出来事に遭いました。隠さなければ人々を怖がらせてしまうのではと不安なのです。これのせいで私を信用することが難しいのでしょうか？いやいや違うんだ。罪は怪我人を助けてくれてるし、きっとみんなも感謝してる。ただー、言っていることがよく理解できないのですが、とにかく塩化の宮の暗闇を解決してくれるのであれば私が道案内をしましょう。もしあなたたちが私を信用してくれたらの話ですが、私は負傷者の手当てをしています。それから新しく来た人たちから状況を聞きたいので、ここで失礼します。どうするんだ？オイラ、罪を信じたいけど、とりあえず負傷者たちから話を聞いてみようぜ。こんにちは、どうかしたかい？お面をかぶった罪っていう巫女がいるだろ。オイラたち、その人のことについて聞きたいんだ。さては、彼女がつけている奇妙な面が気になってるんだろう。なら俺に聞いて正解だ。スミさんに助けられた人の中でも俺はかなり最初の方でな。その時から不思議に思ってたんだ。どうして塩化の宮の失われた儀式を知る巫女があんなお面をかぶっているんだろうってな。そこでその謎をはっきりさせるため俺はしつこく聞いてみた。それでどうだったんだ？ああ、その時はまだ人が少なかったからか、彼女はお面の下を少し見せてくれてな。おかしなところはほとんどなかった。ただ彼女はある一部分を隠すためだけにお面をしていたんだ。彼女の瞳孔は縦に伸び、蛇のような細長い目をしていたんだよ。それを見てお前は驚かなかったのか？まあ普通ならビビるだろうな。でも渡墨島には誰もが知る伝説があるんだ。いや、伝説というよりも史実か。渡墨大神の第一の眷属、
綿摘の三塚一族だ。言い伝えによるとその者たちは半人半者だったらしい。かつて我々の祖先に力を貸し深海ビショップを討伐したと言われている。今は歴史の中に消えてしまったが、スミさんは蛇のような瞳を持っている。だから自然と信頼感が湧いてきてな。俺はきっとその一族が危機を察知し戻ってきてくれたんだと思ってる。なるほどな。小難しいことはよくわからんが、スミさんは信頼できる人だと俺は思うぞ。何か用かい？お面をかぶったツミっていう巫女がいるだろ。オイラたちその人のことについて聞きたいんだ。なんだ、ツミのことか。具体的に何が聞きたいんだ？ちなみに好きな人のことや結婚しているかは聞いたことあるが、何も答えてくれなかったぞ。そういうんじゃなくて、ツミに何か怪しい点とかないか？怪しさがあることで美しい女性はより魅力が増すものだ。謎めいた、つかみどころのない幻のような感じ、わかるかい？いやいや、真面目に答えてるつもりだぞ。でも強いて言うなら、彼女がつけている二つの装飾品が気になるな。一つは彼女のお面。彼女がなぜあれを選んだのかはわからないが、ちょっと怖いだろ。それとさっき僕に包帯を巻いてくれた時、首飾りがちらりと見えたんだ。割れた何かを紐で結び、それを首飾りにしているようだった。まさか彼女すでに生涯の伴侶を見つけているのか？それはありえるかもな。とりあえずお前は早く目を覚ました方がいいと思うぞ。聞けた情報は、罪のお面の下には蛇のような目が隠されている。それと綿摘島の人々はそれをオロバシの眷属の特徴だと思っている。うん、あいつの行動を見ると確かに綿摘島の人々を守ってるよな。それに塩化の宮を覆う黒霧を払うため努力しているみたいなことも言ってた。オイラは信頼できる人だと思うぞ。そうだな、どうしてわざわざ目を隠してるんだろうな。その目を見せれば綿摘島の人は信頼してくれるはずなのに。とにかく
今は罪と話してみるしかないな。気を緩めずに行こう。どうでしょう、決まりましたか？おう、塩化の宮の黒霧をオイラたちで解決しようぜ。助かります。ではこちらをお受け取りください。これは牧草の箱。以前解決策を模索していた時に大日神輿で見つけたものです。実は戦闘儀式の方法や必要な道具も大日神輿から見つけました。私が人間の文字を読むことができよかったです。お前が人間の文字を読めるのは当たり前だろ。もしかして古代塩化の宮の文字が読めるってことか？いえ、何でもありません。宴会祝遊修正の文字が読めると言った方が正しいでしょう。それが古代の文字か現代のものかは分かりませんが、気にしないでください。それよりも話を戻しましょう。この牧草の箱は光を採取できます。それにより小さな範囲ではありますが巨海の暗闇を払うことが可能です。また黒霧の加護を得た魔物がいたら牧草の箱を使うことでそれを打ち消すことができます。ちょうど拠点の近くにそういった魔物がいるようです。牧草の箱の力を試してみてください。私は後から追いかけますので。のようですね。当然だろ。この間決死珊瑚を取ってきた勇者もオイラたちだからな。まさかあなたたちが。いきなりどうしたんだ。いえ、何でもありません。あなたたちなら塩化の宮の3つの境を沈めることができるでしょう。それと他にもお二人にお伝えしておかなければならないことがあります。書物によると渡積御霊祭りの本質は邪神の生命力を使うことにより2番目の眷属珊瑚王宙を強制的に目覚めさせることにあるそうです。この眷属は荒れ狂う元素力を人間世界の安定した元素へと転換する分解生物。巨大な珊瑚は王宙族が邪神の血によって蘇ったことを象徴しています。そして今珊瑚王宙の大規模な蘇りにより塩化の宮の生態環境は一変しています。言われてみればそうだな。黒霧とか魔物のことを抜きにしても見たことのない植物や鉱物が急に出てきたような気がするぞ。そして現在状況はさらに複雑です。巨海の黒霧に抑圧されたせいで航海と人海の事象が停止してしまっているようなのです。黒霧を払い変化を継続させるためには牧草の箱の力を使う必要があります。牧草の箱を使いどうか問題を解決してください。私はそこの彫像の下で
あなたからの連絡を待っています。ボクソの箱の扱いはもう大丈夫そうですね。ではこの度の最終目標を説明しましょう。先ほども申した通り、私たちは塩化の宮の境にある3つの高塔へと行く必要があります。あの塔はアビスに連なる者たちが伝統と形式にのっとり修復をしたもの、巨海の塔です。アビスに連なる者ってまさか。あの者たちは偽りに満ちています。どのようにして塩化の宮三階と三つの境のことを知ったのかは分かりません。ただアビスの技術により彼らはあれをもたらしました。その後巨海の塔を利用してアビスの力はばらまかれました。これは珊瑚王宮と深海ビシャップにひどい苦痛をもたらすものです。果たしてこのようなことに何の意味があるのかは分かりません。私たちにとってアビスとは猛毒そのもの、しかし彼らにとっては甘美な珍種なのかもしれません。おそらく人をもてあそび裏切るのが好きな者たちなのでしょう。やっぱりあいつらで間違いなさそうだ。おや、知っているのですか。どうやら私たちにとって共通の敵のようですね。ああ、黒霧を払うには巨海の塔の最上階まで登らなければなりません。その後公海のタガネを起動し公海の力を取り入れる必要があります。人海の地脈、公海の元素本流、そして巨海の暗流、それらすべてが強大な地、それが塩化の宮です。私は書物に記された通りに儀式を行っただけに過ぎません。ただ戦闘の核となるのは目の前にあるこの人の像のようです。これに公海の力が込められた結晶を奉納すればボクソの箱を強化できるはずです。またここで休憩を取ればボクソの箱の力を回復することができるでしょう。それからこちらの手書きの地図をお受け取りください。これには3つの塔の位置が記してあります。探索は段階的に進めた方がいいので、まずはこの塔から調べることをお勧めします。私がお役に立てるのはここまでです。あなた方のご分を祈ります。
集めるといい。元気出してよ。
ぬしでこの刀を試すぞ。ちくしょう。この手は食わぬ。火炎よ、燃やし尽くせ。ミュージック。準備できたかな？元気出してよ。えっ、判決を下す。と歌声でもこんなサプライズを届けたいな。ほい、よいしょ。悪くない。
判決を下す。消えるんだ。よく見てよ。みんなを守るからね。よっ。ほっほっはっと。えっ。はっ。はっ。行くぞ。元気出してよ。この世界も俺に応えているのか。
える気がしないぞ。
みんなを守るから。判決を下す。行くぞ。風と共に去れ。よく見ておけ。元気出せよ。とえとよえほはえとはほえよはほえほやーやふん。風神火炎よ、燃やし尽くせ。
くヘッダー
く。
あるだけマシだな。あんたを信じるよ。Yeah.
旅の収穫だ。Yeah.